2014年に亡くなった前の兵庫県知事貝原俊民さんの志を受け継ぎ、兵庫県の発展に貢献している団体に貝原賞が授与されました。今回で3回目となる貝原俊民美しい兵庫づくり賞は、阪神・淡路大震災からの復興推進や魅力ある街づくりに貢献し、今後も活躍が期待される団体や個人に贈られる賞です。今日はおよそ半世紀にわたりボランティア活動を継続し地域の発展に貢献した兵庫県ボランティア協会など3団体を表彰。主催する貝原さんの長男が理事長を務める団体によりますと、今回は団体32件、個人4件の合わせて過去最多の応募があったということです。